戻すとかそういう考え方があるんですけど、マカオというチームはね、最初から最後までどれぐらい少ない点数で逃げ切るということを考えるのはね、はい、なかなかそれ上がってこないからね。なるほど。さあ折り返せるか、どうだ、カズの後ろ、さあ西澤入った、日本2点目。そして西澤も代表初ゴールを挙げました。21歳になったばかりです、この西澤。さあもう一度、しかしこれよく粘って折り返しました。そしてカズの背中から西澤が追いついてボレーシュート。決して優しくないですね、下がりながらのその体勢が悪くてもね、まあ、代表に選ばれながらも怪我のためになかなかゲームに出られませんでした。ようやくこのマカオ戦スターティングメンバーに名前が入ったということで気合十分で臨んでいましたが、この